お見事、さすがだね。いら。はい、サイコロ並べ。はい、法則わからん。これもどうしようもないね。一番上だけを。これ選択式だから間違えたら異常にピカラッと減るやつだ。ねえ。とりあえず一番上だけを見ればいいと。上段に注目する。左から順番に見ていって並び方の法則を見つけよう。で、1個目が左上、2個目が右上、3個目が左上、4個目が3つで、5個目が右上。さあどうでしょう。悔しいです先生。結論わからない。さあどうでしょう。やった、正解ね。1,2,3 と増えていく。あー、そういうこと。完全に理解したわ。わかるかこんなもん。ちょっと何言ってるのかわからない。お見事、さすがだね。さあね、新しい命を生み出した者の部屋クリアね。クリアかっていう。次は人の心を捉えられるものの部屋だ。並んだ数字、70ピカラ。ハテナに入る数字は何だ。1,2,3,1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個か。1,2,3,1,1,12 だったら月とかの可能性が高いんだけど、10か。4進数、1,2,3,4,1,1。これが1,2,3、これで4、ここで5だから2,1だとしたらここにも2,1になっちゃうもんな。次3になっちゃうし、はい、わからん。もちろんルールだ、ね、左端の1の左の配置数字は0である。0,1,2,3,1,1で、ここは、4,1。0,1,1,2。わかるかこんなもん。左から 1,2,3,1 までが一つのまとまりである。この数字の並びをよく見てみよう。何か思い出さないか。これで一つ。12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 !1 で合ってた、とりあえず。さあ、どうでしょう。謎解明。僕だって、先生の弟子ですからね。正解、年末年始の日付だったのだ。お見事、さすがだね。ノーヒントでわかるかこんなもん。殺し屋の名前。この問題に挑戦してもらおう。80ピカラット。黒い影、ひらがな4文字の殺し屋、殺人事件の捜査官がスパイから殺し屋の名前を伝えるメモだ。
ひらがな4文字の殺し屋の名前を答えろ。ジョージ。4、4、9、ロ。もしこれが正しければこれはロになるわけなんだが、黒い影5番号が解けるのか。解けねえよ。とりあえずこの点ついてるのは濁点っぽいよね。これがロー、ロー。こんなもんわかるわけはない。黒い影という歌詞の対応を解き明かされて、母音だけアイウェオ。黒い影、音程の高さで母音、記号でア行だから組み合わせなのかな。かきく、かきく、あい、かげ、か、か、あ、く。どうやらここがか行、ここが一番下がア行っぽいね。で、ここがじゃあか行だから、ここか行だね。で、てんてんてん。かで母音に対応しているのが、これが、これがお、お。だからやっぱここは高さと合わせて、これローなんだ。これもローなんだね。で、3個ついてるから、これラ行。これア行、ア行のかきく、あ、つまりうだ。グロウ。かの一個上、なんもないから、ア。まだわからん。黒い影と対応する音符の位置、ドを1段目と見ると、クかけは2段目、イは1段目、ローは9段目だ。2段目が多いが、そこに他の共通点はないか。イが多い。家業くら、ら行の家業のほうバリルの殺し屋、殺し屋なんだ多分これ、うん、でこれし、さし、す、殺し、まあ、この4文字だ。殺し屋は何度かって言ってるんだ多分。一番下がアイウェオ、クウ、ロウ、なんとかロウ、これがコロシだと、こう作業、
かげろう。はい、わからん。音符の種類が母音、音符の位置が行を表している。これで読み解け。まあ、大体合ってるね。なんとかろうさんだね。種類、種類が母音だから、これあーだろ、あー行で、三つ目は殺し、サブロウ、点々があるからブーかな。殺し屋はになるからやっぱ破行のブーブー、サブロー先生、これでどうですか。やった正解ね。まあまあまあ、殺したのはか、殺したのはサブローだよー。お見事、さすがだね。さあ、赤と青2、難しいよー。ああ、これか。時間さえかければ、別に最小でやれって一言も書いてないしね。時間さえかければこれ何の問題もなくいけるやつだよね。最小のマスを考えてみようって言われなかったら余裕だよね、こんなの。最小のマス言われなかったら余裕だけど、あ、 ABCD も全部マジか。別にそれは難しいほどでもないか。やり直そう。 ABCD も全部ね。はいはい、A を一番上にぶち込めばよしというわけだ。早めに A を向こうに持っていきたい。まず A をね、ここにぶち込んどいて、まず A をぶち込んで A を行くと。別に回数があるわけじゃないからね、多分そこまで。早めに A をあっちの上にで、A は交換 OK ね。で、D も OK。D OK。C OK。B OK。よし、まあこれは別に難しくないね。これでどう？
ようかな。はい、謎解明解けましたよ。素直に一番めんどくさい A をぶっ込んでちょっとずつ変えればいいだけだから、これはそんな難しいもんじゃないね。お見事、さすがだね。よし、2つ目クリア。難しい。さあ3つ目、あれ3つ目じゃねえや、3つ目こっち、あれ121234567899、あ、ここでいいね。 OKOK。 外周はいくら。この問題に挑戦してもらおう。127、外周はいくつだ。ここ切ったらこれ入ってくんじゃない、ここに。ぴったり、やったぜ。これだけで正確な外周が求められんかの。5メートル、比率が正しいとは限らんから気をつけるんじゃぞ。つまりここを切ってここにぴったり入るかどうかなぞ、わからんということかな。もしこれが普通にこう5メートルだったら外周は20メートルだよね。それが5メートル、5メートルは確定で、ここもどういこうか、ここは合計5メートルだからね、15メートルも確定で、18メートル。こことここが、だからここ、ここ、ここでは5メートルでしょ。現状分かってないのが、こことここと、ここの合計が分かれば、15メートルにこことここと、ここを足せば答え。26メートルか。ここがわからんよね。だからまあこれ比率置いとくけど、ここにした場合ここが絶対5メートルだから、でやっぱここ、こことここで3メートル、こことここで3メートルだから、やっぱ26メートルだよね、いくら戻ろうが。この3メートル、3メートルがプラスされるんだから、20メートルに3メートル、3メートルプラスで26メートル。さあ、どうでしょう。だよね。僕だって先生の弟子ですからね。正解と、ね。絶対3メートルの長さがずれるから、その2倍分戻るのといく分のプラスだよね。数字の鍵。さあこの問題に挑戦してもらおう。1から9まで書かれた数字にはめ込むと、縦横線でつながれた3つの数字を掛け出すが同じ数になる。9個だが7個、2個は使わない。あなたに解けるだろうか。縦横線でつながれた3つの数字、つまりこことこことここをかけた数、こことこことここをかけた数、こことこことここをかけた数の合計1パターン、2パターン、3パターンでいいね。斜めはつながってないもんね。で、3つのかけた数が、同じ数字になるという。あー、違えたー。これでどうかな。戻すボタンじゃねえそれ。
意味もなく得点が減ってしまった。すみません。ちゃうねん。初期状態に戻したかっただけやねん。ちゃうねん。くっそ、元に戻すボタンじゃなかったそれ。仮にここが 3×5×7 だとしたら3515の105になると。だから 5×、例えば 9×2 にしたら105にはならないけど95の90になるね。こんな感じで3つの、数字の合計をイコールにすればいいと。そういうことね。はいはい、1枚にして 9×2 ちょっと出てきたのよ。
1がここにあったら4と2が8と同じ効果になる。そこに、3×3 8×3=24、 負し36、3×3×3 多い、2×2×2、 今日は 3×3 効果18。24、18、ね、中央の数字はもうこれほぼ答えじゃねえか。中央でこれで72にいけるってもうほぼ答えじゃねえか。中央が縦横の3個をかけた数字は72だ。ね、3と2で、72は、割っていこう。2で割って36、さらに2で割って18、2ね、18、さらに2で割って9、2×3×3 が正解だから、真ん中が2で、じゃこうだね、とりあえず一つは。8×32、で、クハ72を1個作らなきゃいけないから、こうか。で、72、9に18、3×4×12。9に18に3。4×3×12 で、ああ、結果答えはこれだね。32が6。654しかなんねえぞ、おい。うおい。8×72。4×3×12×6、62。32が6、654。8をもう一個作らねばいい。あ、じゃあこうか。42が8、8×72。あ、答えできたね。3×4×12、6×2×12。僕だって先生の弟子ですからね。3まで来てやっと解けるかどうかレベルだぜ。